そんなこんなで、ここがインドの空港ですね。意外と綺麗でしょ。こんな感じで、まあ、インドって言っても南インドの方にいます。バンガロールっていうところにいるんですけど、デリーっていう首都がニューデリーかな上にあるんですけど、あのこのバンガロールっていうのはそのだいぶ下、ほんと南インドのところです。シティバスを探します。意外とトイレとかも綺麗だし、なんかここがインドみたいな感じなんですよね。はい、てなわけでインド初日スタートです。まあね、本当に空港でも言ってたみたいに、いや意外とねくっそ暑いのかなと思ってたら、うん、夏だし死ぬんじゃないかなと思ってたんですけど、ここ南インドバンガロールは全然気温が高くないんですよ。28度ぐらいかな。なんかね、そんなに日本と変わらないような、日本の今の時期と変わらないんじゃないかなと思います。でカラッとしてるし風があるし気持ちいいですね。ただやっぱりこういう風にだいぶ煙たいんでちょっと空気はしんどいですけどね。まあ、正直ね、インドなんでインドにしたのかって言われるとなんかうまいこと答えられないんですけど、インドは行きたいなと思ってたんですよね。うん、単純にインド見たいなと思ってきました。フレキシブルな気持ちでいろんなものを見ていきたいなと思います。先生って言われた。牛はヒンドゥーではすごく神聖な生き物とされてるので食べないし、あんな感じもう堂々としてるんだって。なんかね、適当にお店に入ってみたんですけど、こんな感じ。なんか特別インド料理屋っていうわけではなく、なんかインドとチャイニーズを合わせた感じなんですけど、めちゃめちゃお腹空いてたんで入っちゃいました。なんかよくわからんものが出てきた。あれ、牛って食べていい？明らかにこれビーフっぽいですね。これね、土の味と砂の食感がしましたね。ここら辺なんだけどな。ありましたじゃん、ここですね。ドアベルなんてないじゃん。入れちゃったけど、まあこんな感じです。ちょっと待ちですね。よいしょ。